今度はね、お客様は神様ですっていう言葉でね、この意味を私なりに解釈してみます。当然ですけども、いろんな人がいろんな解釈しますんで、それはそれぞれと私は否定しません。私がお客様に対して神様ですと感じるのはなぜかというとね、一つはですね、お客様から学ぶことがたくさんあるからなんですよ。ですから私はお客様が神様というものを乗り移って、お客様っていう形をとって私を試しに来てるっていうふうに考えて、試されてる試されてる試されてる、どんな意地悪をされても、この意地悪に対して自分がどうね、さばいていくかってことを神様が見てるんじゃないか、試してるんじゃないかと思って、面白おかしくさばいて、その人との関係を強くすることに自分の頭を使うんですよ。うわ、めんどくさいお客さん来たと思って戦い始めたら、そこ止まりなんですよ。違うんですよ。そういうめんどくさいお客さんほど、どうやって味方につけるかっていうトレーニングだと私は考えているので、お客様は神様の化身だというふうに思っています。そしてもう一つなんですけども、速稼塾というものは指定制です。お客様は一人もいません。そうなんですよ。全部私の弟子なんですよ。お客様ではありません。お金をいただいて私のところに弟子入れして、厳しく教えてください、知恵を叩いてくださいっていうふうにお金を払った上にお願いに来てるんで、バシバシ行きますよ。破門制度もあるわけですよ。これがお客様だったら破門とか許されないですよね。お客様からお金をもらっといてサポートをしませんみたいなことをするわけですから、私がいかにですね、自分の塾生さんをお客様扱いしてないかってことに気づいていただけるかと思います。私はそうですね、100歩譲って、自分の商品とか速稼塾に入ってくださった方を弟子と認めちゃダメっていうんだったら、私は家族という扱いになります。家族だから兄弟喧嘩もあるし、親父がお姉ちゃんとかね、弟を怒るような感じですよ。そうやって家族をまとめていこうかなと。私がね、やっぱ引っ張っていかないといけないし、間違ったことは違うよって言ってあげないといけないと。そして一部お父さんが間違うこともあるんですよ。そういう時は皆さんでね、違うぞ親父みたいな感じで、おなるほど悪かったなみたいな、そんな瞬間もあるわけですよね。私はお客様は神様ですという言葉はね、全然否定はしませんし、お客様は神様ですっていうふうに思わない人も否定しません。なぜなら人はみんな考え方が違うからなんですよ。私の考え方に共感する人が速稼塾に入っていただいて、私の考え方についていけなかった人が速稼塾を離れて、それだけでいいんではないかなと思いますし、吉田さんの考えに賛同する人が集まっていて、吉田さんの考えに意にそぐわなくなった方が離れていくと、世の中全部そうじゃないかなと思うんですよ。だからね、はっきり言って私もこの塾の運営については譲れないところがあると思います。店をやっていても譲れないところがありました。絶対に筋を通すところがあるんですよ。でそこを指摘された時に私は選んでもらいます。ここは変わらないから、あなたはどうする？あなたが変わって私のところに来る？それともあなたも変わらずに離れていく？っていうね、選択肢をいつも残しておこうと思うんですよね。そういう意味で私はお客様は神様ですということは、方便として使ってますけど、本当にね、崇めてるわけではないってことがお分かりいただけたのかなと思います。そしてこれはですね、この言葉はですね、おおよそほとんどの商売をやってる方が同じように考えてると思います。お客様は神様ですって、そんな神様なわけじゃないじゃないですか。人間ですよ。そのぐらいの気持ちでやりましょうっていう、それね、気合の問題ですから。だからまともにですね、お客様神様扱いしてるんじゃないかみたいなね、思う人いますけども、ちょっとそれは困った考え方だなと思いますし、お客様の方から、おい客は神様だぞっていう人は別に神様じゃなくていいわけなんですよ。さよならって言っていけないんですよ。店にもお客様を選ぶ自由がありますからね。逆に言うとですね、お店の人って神様に対して奴隷でいる必要はないんですよ。店の人も神様でいいんですよ。対等でしょ。そういう形で私はやっていこうかと思いますけどもね。吉田さんはいかがお考えでしょうか。それでは失礼します。